はい、今日はまあ見る価値がありません。ね、じゃあ昆布原子紹介について、紹介します。概要です。従来の単語埋め込みのモデルはその文章のメタデータとかの情報ってものを活用しなくて、でまあもっと言えば、まあ、不確実性ってものをしかモデル化していません。で条件付き単語埋め込み分布を推定するためにその文章の共変量ってものを組み込んだモデルを今回は提案しています。でそれによって用語の意味の評価とかあるいは単語がその異なる共変量の値を持っている別の単語とそのまあ単語同士がまあ近いか遠いのかっていう評価とかあるいは今回推定っていうことを行うんですけどもその差が有意かどうかってことが評価が可能だっていうのが今回の論文になっています。イントロダクションです。で単語 その意味が文脈によって異なるかどうかっていうのは近年の自然言語処理言語学あるいは社会科学の研究の、まあ、一つ のテーマになっています。例えばゲイっていうものは感情を表す単語 のが、まあ、元来昔のはそういう意味だったらしいんですけどもそれから、まあ、性的指向を表す単語へと、まあ、変わっていったと。でその従来の方法だとその単語 その分散ですね不確実性というものを無視して、まあ、考慮していないの で結局 それがノイズで あるのかどうなのかとかあるいはノイズじゃなくて本当は意味のあるそのものなのかどうなのかということを判断するということが、まあ、困難であるというものがあります。でまあ、本手法では、多層パーセプト論 MLP を使用してまず文章の長編量ベクトルってものを、推定します。でその後ベイズバイバックプロパゲーションアルゴリズムによってその埋め込みベクトルってものの、長分散行列ってものを、まあ、パラメータ化します。でその後、このホテリングの T 事情統計っていうらしいんですけどもこれによってその単語間の意味の近さを検定する有意差があるかどうかってことが、まあ、可能になるというものになっています。で、まあ、まあ今話したのとあんまり変わらないんですけども、近似ベイズニューラルネットワークを、確実的勾配法を使って、変分ベイズ法をすることによって、まあ、自由エネルギーの変分を最小化するようなものを行います。でその後、MLP、を用いてその超分散行列ってものをパラメーター化 します。でそうするとその条件付き単語ベクトルの、おおよその自己、不確定性っていうものを、推定する際にその、ホテリングスの T 事情検定を行うことによって単語間の仮説検定っていうものを行うことができるということで、まあ、僕もよく分かってないんですけども、で、まあ、なんか実験をすると、まあ、データセットとしては1935年から2012年までの、英語機械のスピーチ記録っていうものを使っています。で各単語 その今回条件付き単語埋め込みベクトルっていうものを使ってるんですけどもその時にその周囲のコンテキストっていうものを含めるんですけどもそれを6単語言えます。でその単語埋め込み その次元は100としてで、ニューラルネットを学習する際に初期の学習率は 0.05 で、オプティマイザーは、ADA グラッドを、使用しています。でいくつかこう実験結果が出てるんですけども、今回紹介するのがコサイン距離と共分散を考慮したベクトル間の KLD、まあカルバックライブラー、距離偽距離で、まあ、どちらの方が、いいのか、まあ、どういう違いがあるのかってことを比較しています。で今回5つのシート単語ってものを用意してでそこからそのまあ意味の近いというかそういった、130個のこういう単語っていうものを所得しています。それによって、KLD とそのコサイン類似度が、どういう違いがあるのかっていうことものがこちらの図になっていて、こちら その H 線が結ばれているのが、まあ、ある一定以上 その意味 の関連性強さがあるっていうもので、で KLD の方ではシードワードを中心として、クラスタリングか、まあ、ある意味ある一定以上の意味のない単語 とは、H が結ばれていないっていうことになっています。
で、まあ、これ考察できることとしては条文三強列を組み込むことによって、そのコンテキスト内でのワードの有用な分離、まあ、クラスタリング化ですね、それができるってことをフィッシャーらは述べています。で今日のまとめです。その本論文では2つのアイデアを組み合わせた不確実性を保留した条件付き単語埋め込みモデルを提案しました。でその2つのアイデアというのはパラメータの不確実性を推定するための変分ベース学習っていうのと、もう一つは長変量を条件とした、埋め込みを行っているってものです。でこれによってそのさまざまな形式の単語ベクトルに、まあ、検定というもの、仮説検定というものが使えるよう有効であるよっていうことでした。じゃあ以上で終わりにしたいと思います。